おはようございます。釣り子 TV です。これねレイドジャパンの、ビッグツーウェイね、マグナムじゃなくてビッグツーウェイの方ですね。これをねここのところでチョキンと切っちゃうね。今回はねこういうね、レイドジャパンビッグツーウェイの頭のない虫、これでね魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。シルエットで一チンとしてんなこれ。ダメだ。やめの見切るの。ちょっとやべえな。どうしようか。気づいちゃった。賢いねみんな。きついね。ギル超見てるもんな。ギルっぽいのはないな。そしてスイッチが入らないんだな。
かプイってした。すれまくりにせんだな。くそ。あーあーやっと釣れた。ああ奪い合ってくれた。いやちっちゃいけど嬉しい。あーはーい、おちびちゃんが釣れてくれました。これね、ビッグツーウェイの半分にしたやつなんですけども、ちょっと一本漬けだともう全然ね見切られちゃって、でね、半分のやつにして、そんでベイトタックルね、ちょっともうああいうガビガビの中から引っ張り出すっていうことで太めの糸で、でもねこれ半分でも結構重さがあるんでね、パワーフィネスと、ん？ベイトフィネスを無理やり固めの竿でやってみる、そんな感じで釣れました。お、そうメタニウムね。はいはい、じゃあ逃がします。はい、というわけでね、帰ってきましたが、こういう感じのルアーですね。元はですね、こうビッグツーウェイなわけなんですけども、これね、まあここの部分、例えばあのマス針でワッキー掛けしたりとかしてちょっと弱ってきたななんていう時は、例えばこんな風に思い切って切ってしまって沈む虫として使ったらどうかななんていう感じで、であのね、釣り場の状況としてはすごいなんかね擦れちゃったタイミングに当たって、まあ通常だったらこういうボリューム感でも全然ね、ふわーって来て食ってくれるんですけども、何やら何やらね、反応が悪いね。そんな時にこれブチッとこうちぎって、こういう感じにしてね、投げてみたところ、ようやく反応が得られたっていうことでね、ほんと 2way ってね、いろいろ 1way、2way、3way、4way っていろんな使い方できるんで便利なワームだななんてね、感じておりますが、で、タックルはね、こういう感じの、メタニウムに16ポンドラインね、入れて、でもこれ結構ねボリュームがあるので16ポンドラインでちょっと固めの竿なんですけども、まあまあスコーンと投げれてね、狙いどこに入れられたので、バチッとね釣ることができちゃうね。こういう感じで、まあこれから夏のシーズンなんかね、水面まではできらないんだけども、ちょっと水面1個下に入れると途端にハフってね食ってくれるっていうね、そういう機会なんか増えてくるんじゃないかななんて思いますので、そういった時にねこういった、ワームをボックスに忍ばしておくと、楽しい釣りができるんじゃないかなってことね、結構ねギリギリだったんですね。まあ夕マズメとかね朝マズメであればまあパカパカ釣れたりとかはあるんでしょうけども、日中のもうね暑くてこれどうしよう、何やってもなんか見に来ないしなみたいな、そんな時にねこう
ボリューム感を現場で変更しての使い方っていうのは一つねおすすめなんじゃないかなと思いますので、動画にまとめてみました。はい、というわけで、本日はこちら、レイドジャパンのですねビッグツーウェイの半分にちぎったやつ、頭のない虫、あ、ちなみにこのポッコリがついてる方、頭のある虫なんて呼んでますんでね。はい、で魚釣れてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。